ってって、うん、そのままいいんじゃない、そんな感じですか、はい、いいと思います。ね、量多くない、待って待って、量多くない、結構多いよね。もうチンしちゃっていいかな、待って、アルミってチンダメじゃね、え、アルミチンダメだよ、ダメだよ。というわけで、完成、完成。なんか、すごいスマートにできそうですよね。ね、これ皮むくの、皮手むくの、さつまいもて、あ、ひみちゃん、ダメ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 、そうじゃないって、食べきるの。それでは、お待たせいたしました、はい、久保田さん、中庭さんチームで、はい、ここの食材で、とある一品を作っていただこうと思うんですけども、味噌汁です。お、だって味噌汁、だって味噌汁じゃん、もうこんな出汁もね、用意してね、お味噌これ以外の何を作れるの。じゃあ油揚げもあって、なるほど、味噌汁を作っていただいてよろしいでしょうか。作りましょう、鍋もあってもね、完璧に準備されている、それしかないよ、もう。ではお願いします。はい、はい、やりましょう、やります。なんかすごいスマートにできそうですよね。スマートにできそう。パッパって、でも私さつまいも、私さつまいも切るわ、じゃあ。わかった。でもきっとこれ洗った方がいいんだよね。洗おう。そうだね、洗っとこう。すごい平和に終わりそう。ね。でも多分さつまいももう切って中入れとかないとさ、火がね通らないよね。通らないよね。そうだね。先に入れといて温めた方がいいか。こんなに味噌汁があって、ごめんな、ね、うん、ダイエットなの。アイドルだから。アイドルだから。それでは。お待たせいたしました。はい、うわ、うわ、めっちゃいい音した。かぼちゃ食べた。パニパニ。まだあったかい？あ、どれ、こっちあったかかった気がする。味噌汁です。このままだとスープがなくなっちゃう。一旦火止めようか。止めよう。で、これ皮むくの？皮手むくの？さつまいもて。皮どっちでもいい。むかない？皮でも栄養あるから。このなんかよくわかんない紐みたいなの出てるの、どうしたらいいの？皮が一応洗ったけど、いいの、これはこれで、まあ、気になるとこだけ取っとくか、なんかわかんないけど、いいのかな。でもまああるやつもあるから多分大丈夫だと思うけどね。包丁です。 Thank you。 これで切っちゃっていいよ。いいですか、切りますね。どうぞ。ニコンいるのかこれ。わかんない、そもそも買って、硬そう、いける、いけた、買って、ひみちゃん、うん、ここってきっと取らなきゃじゃないの。確かに忘れてた。はい、手だけは気をつけてくださいね。え、なんで振りですか。何の振り。その振りは答えないですよ、我々。何ですか、絶対答えないですよ、その振りは。手はね、怪我はやっちゃダメですね。なんかいいね、料理してる女性って。なんか女性らしさが出るよね。その振りは答えないですよ、我々。絶対答えないですよ。食卓と、食卓じゃない、キッチンと女性っていいね。キッチンと女性って確かになんかマッチ度高い、うん、いつも立ってなさそうなひみちゃんとか立ってるとなんかそれはそれでなんかギャップで可愛いし、うん、これ何用のお皿でここに置かれてるんだろう。あ、なんかあれだ、芋置いてたやつ。あ、あ、そっか、芋、うん、さよなら、さよならで、あ、ひみちゃん、ダメダメダメ、そうじゃないって、食べきるの、うまくない、ひみちゃん、あれ、こうじゃないのかな、角切りっぽいじゃないのかな。そうだけど、ひみちゃん、ごめんなさい、気をつけます、すいません。ひみちゃん、ダメダメダメ、そうじゃないって、食べきるの、ひみちゃん、そうだけど、ひみちゃん、あんな取れたかなかったの、ごめんな。大丈夫、それはそれで面白いに、そういうのを求めてるファンもいるから、うん、そうか、ふざけないで普通にやってるの、はい、あ、ゆきちゃん、佐藤のご飯があるよ。うそ、もう全部食べな、やったー、チンしておいでよ、全部食べな、ありがとうございます。これもう中入れちゃっていいよ、いいかもね、邪魔だよね、そうかも。いやちょっとすごい楽しみにしてるから、味噌汁。やめてよ、汁物には米だからね、うん、ご飯のためにすごい楽しみにしてるから。ゆきちゃんすごい楽しみ、ご飯チンしなさい、味噌汁にはご飯ないとね。そうね、ご飯ないとね。よいしょ、頑張れ。令和に終わっちゃいそう、本当に。確かに、ただ芋が一番つれ。確かに。ちょっとガラガラになっちゃったけど、ごめんなさい。いいよ。
入れたら食べるのはどうせ私たちなんだから、どんな大きさでも。でも思ったんだけどさ、これに味噌汁の作り方書いてあるんじゃない、うん、あ確かに書いてるっぽい。書いてあるよ、レシピじゃん。ラッキー、レシピ書いてある。ラッキー、ラッキー。分量分かんなかったからラッキー。その通りにしましょう。 OK でしょ、芋は OK。 OK、 ありがとう、聞いてくれて。いいえ、はあ、お疲れ。あとはどれを切ります。あとは次、じゃあカッティングを。味噌汁楽しみにしてるからなんなのそれ、白飯には味噌汁楽しみにしてる。食べる、ご飯食べる人。いや食べない、もう食べれない、お腹いっぱ い, っぱい。あ、でももつがなくなってる。もつと一緒に食べたかったの。あるよ、でもまだ。本当、うん、いや焼肉と食べるんじゃないかい、もつ食べかい。水の分量とか書いてたっけ。見る、本出しの裏、本出しの裏見よ。本出しの裏見よ。具材違えど書いてあったよ。確かに、もう本当にレシピ通りじゃん。うちらの味噌汁絶対うまいじゃん。そうだよ。水 1000ml 水 1000ml。 あ、4人分、まあまあまあ4人分あれば 1000ml ってこと。これ2個分か。え、皆さんここ嫌いな人ですか。私好きだよ。しいたけのここの部分、別に食べれる。食べたことないけど大丈夫だと思う。じゃあ入れます。でも確かにあんまり意識して食べたことないか、うん、でも嫌いな人いるじゃん、ここたまに。そうなんだ、しいたけ自分で切ったことないかも。確かに、水で戻すんだよね、まず。え、しいたけを。しいたけって水で戻すんじゃないの。あの、あれ乾いてるやつ、乾いてるやつ、干ししいたけ。普通のしいたけはいいのか、うん、これもうつけちゃっていい。いいよ、いっか、でかくてもいいよ、いっか。胃の中入りゃ一緒だから。これ全部使わなくてもいいよね。椎茸って洗った方が良かったのかな。でもキノコ洗わないってさき様がなんか豆知識って。そうだ、さき様がさっき言ってた。そうだよ、キノコ洗わなくていい。キノコ洗わなくていいの。うん、キノコって洗わなくていいですよね。え、そうなの。え、わかんない、うちは洗う派だった。キノコって洗わないで食べれるんだよ、だから人気ある。あ、そうなんだ。そうだよ。え、じゃあさ、もう森で見つけたやつもここさえ切れば食べれるんだ。いや、それは洗った方がいいじゃない。スーパーかんないけど、これはすごい質問しちゃった。スーパーで売ってる。なるほど、そういうことね。そういうことね。水1000ミリ、本だし小さじ2の味噌大さじ3。わかりやすい。めちゃめちゃレシピ通りの味噌汁できますよ。そっか、本出しの裏に書いてありました。本出しはうめえよ。本出しうめえだろ。ゆきちゃんが楽しみにしてるから、はい、え、いつチーズのやつ焼けばいいんだ。ミュータンたちができそうになった。できそうになったら、うん、でも温まってるから、まあ、多分すぐできんじゃない。どうだろう、あ、でも蓋しなきゃいけないか、ホイル焼きってことは。器に入ってるけど、まあでも焼いとくか。うん、焼いとこ、うん。なんかもうさ、余熱でちょっと溶けてない。ほんとよ、できるかな。うまそうやな。美味しそう、ね、うん。さつまいも消えました。え、消えました。消えました。もうね、わかりません、ね、てか水タプタプすぎないで、ね、ちょっと。え、でもね、1000ml って書いてある。タプタプじゃない。あ、ちょっと若干ご愛嬌、まあ、ご愛嬌、ご愛嬌。溢れてない。溢れそうだよね、なんかちょっと。で、具も多くないですかっていう。これ全部多いですよね。いや、でも、あの、全員用意されてたんで、全部入れたらこうなりました。あれ、あ、用意した方が悪いっていう結論に至りますけど、我々、まあ、は責任転向いくらでもしますから。材料は全部使って、まあ、秋の具材ですから、全部ね、だし、いっぱい具材入ってた方がさ、うん、出汁出るからうまいじゃん。そうだよ。どのくらい使ったの。小さじ…あ、でもこっちで見てるから。小さじ 2? 2かな。小さじ…小さじ…あった気がする。かかるやつこれじゃん。あった、まあ、これを保存してちゃんと使い切れるのが主婦なんだろうな。確かに、すげえ。ざっくり良いでしょう。はいはい。同じだ、同じだ、同じだ。
いいよどうぞ。はい、一旦具材も入れまして水も入れて、はい、だしも入れたので、あとはこれにお味噌を入れたら完成でございます。一旦蓋します。蓋します。カリカリベーコン系だね、うん、美味しい、うん、あ、いたいた、さつまいもめちゃめちゃ美味しい、さつまいもご飯が進むわ、ご飯メンバーのご飯食べてるの新鮮でやばい、間違いない、確かに